皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。今回は犬が撫でられて喜ぶ理由について紹介します。犬は子犬の頃お母さん犬から体を舐めてもらうことでお母さんの愛情を感じ安心感を得ます。この感覚は成犬になっても残るため飼い主さんに優しく撫でられると安心することができます。また飼い主さんから撫でられることはコミュニケーションを取ることにもつながります。次に犬が撫でられて喜ぶ場所を紹介していきます。犬によって様々ですが首の後ろ、顎の下、尻尾の付け根、耳の後ろ、頬が犬にとっては気持ちいいとされています。触られるのが苦手な子や慣れていない子もいるので無理せず犬に合わせるようにしましょう。ペットリフォームのご相談お見積もりはセラフ榎本にご用命いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。